相島ってなんでセッターやってるんや？なんだよ急に。いや、なんとなく。セッターはゲームメーカーだろ。放火？スパイカーの方が点も入れるやろ。セッターがいないとその点も決まらないだろう。いい着眼点やな。おお、太田先輩、せっかくやしセッターについて勉強するか。セッターは試合中一番多くボールを触るって言われてる。スパイカーが打ちやすいトスはもちろん、相手の守備陣形とか味方の攻撃の調子を見てトスを上げる場所をコントロールしてるんやな、相島。それが俺の仕事なんで。チームの攻撃パターンが読まれてないか、各スパイカーの調子はどうか、相手のブロックはどこが一番強そうか。トスを上げるまでこれをずっと考えてると。はい。試合展開がどうなってるか、序盤か中盤か終盤かによってもチームの動きは変わるし、ジャンプ力も落ちる。得点差で焦っているかもしれないし、会場の空気によってはいつもよりさらに緊張してるかもしれない。クロバみたいに頭真っ白になってたり。この話もうやめ。改めて聞くとすごい判断能力やな。うちも2セッターができるくらい選手層が厚ければいいんやけどな。灰島が2人嫌です。確かに灰島2人いたら最強やけど、そうもいかん。せめて後輩で普通のセッターくらいトスが上げられるやつが1人でも入ってきてくれれば2セッターの試合も作れるんやけどな。2人いたらなんで最強なんですか？バレーはローテ制やろ。セッターが前衛の時は前衛のスパイカーが必然的に2人になってまうけど、チームに2人セッターがいたら後衛にいる方がセッター、前衛にいる方がスパイカーになることで、常に前衛に3人スパイカーがいることになって相手にブロックされづらくなる。その分セッターどっちもがトスもスパイクもできないと意味がないんで、高校ではあんまり見ないですね。けどまあ面白いやろな。大学生の試合とかで見る2セッターもできるチームになったら。おお、そんなに甘くないと思いますけど。いいやろ、夢はでっかく。夢の分練習もしろよ。おっしゃ、やるか。